どうも、ゆげんじこまんです。今回もワンピースやっていこうかなと思います。いや、みんな神ガチャガチきたね。見てこれ、まあこのおでんも神ガチャなんだけど、これおでんね、どこ見てこれ、確かね500何本だったっけ、あ480円か。これで星4一体確定でしょ。まあ確定はこれで、あのおでん確定はこのチケットないんだけど、ちょダイヤないからさ、俺このお金で引いちゃおうかな。まあこれはいいのよ。いやこっちマジこれなんか多分去年ねシャンクス出たぐらいだから、もうほんと1年前ぐらい、俺が始めた頃はもうね終わってたんだけど、多分12回引けんだけど、もう全部引いちゃうね。もう2カーとか多分出るけどさ、これから。いやもうそんなのより全然こっち。でこれ演出がいいんだよね。演出が気持ちいいよね。いやこれみんな引いた方がいい。もうね、俺も結構まだまだ初心者なんだけど、まあとりあえずね引いて損はないからね。もう俺は全部引くね。うわ、ナイトメルフィーじゃん、いいね。まあこれ全部飛ばしちゃってもいいんだけど、すごいね。まあ新キャラも出てくれるとでかい。でもね、既存のキャラ当たった方が嬉しいかな。俺はサポート育てたいからね。ん、これルフィじゃない、でかいね。このルフィね、サポート強いからね。これ何属性だったっけ、赤か。いいね、やっぱルフィ系のキャラはね何でも使えるから、とりあえず当たったらラッキー。お、チョッパーもいいね。しかも雪だるまチョッパーじゃん。いやこういう系の青ね、しかも青ね今結構ね頑張ってるからね。いやニカ多分青だろうな。青来るならね、その青系のキャラ今のうちに惜しいぞ。じゃん、育てたいなと思って、で最近やってるんだけど、まあね俺が使ってるのはシャンクスカイドだから、とりあえずまあ緑も欲しいんだよね。まあ緑買おうかな。赤はまあまあ当分はいらないかなって感じ。とりあえずね、そのサポートは一色、みんな始めたての人はね一色このキャラ使いたいって、俺になったらシャンクスだったから緑って決めて緑やるじゃん。でサポートが大体8割ぐらい揃ってきたらもう一色考えておいた方がいい。と赤属性が苦手じゃん、緑だったら。赤属性に強い青属性みたいな感じで、緑が苦手な属性が来た時に対応できるように逆の方の属性を集める的な。お、バギーいいね。七部会が結構強いからね。ピックアップキャラ、これでピックアップされてるのはね、工場も多分全キャラじゃないんだけど、まあ、とりあえず麦わらの一味系。いや、でかい。ルフィ太郎はガチでかい。これ何属性だったっけ、青じゃなかったっけ。でかいなぁ。麦わらの一味系と、うわ、でかい。待って。普通に嬉しいわ。これね、結構ね、その、やっぱ、普通にね、リーグ戻ってたら、かけら集まってるから、初めからレベル、いや、でかい。これも青属性なんだよね。これも強い。ゾーン系はね、結構強いから、ゾーン系と、そうそうそう、だからチョッパーもいいよね。チョッパーマジ最高だから。いやー、でかい。麦わらの一味パラダイスだ、やば止まらねえ。レベル見ようか、どんなもんか。ほらもう結構ね、ほらルオとかね90でいいでしょ。もともと結構ね育たってるキャラとかもいるから、ほらチョッパーもいきなり70だし、まあ、これあと2体3体当てれたら、なんか交換所あるじゃん、あそこで頑張ればその全部集めれるかなって感じだから。ベローナ、ルフィ、サンジ、ロビンちゃん、バーギー、うわすごい全部当たってんじゃん、もうあ、ディフェンダーか。まあまあまあ、役職はねアタッカーと、お、あ、この和老いいね。和老結構いいよね。あ、役職はねアタッカーかゲッターがいいかな。あんまディフェンダーでタグ揃えることないもんね。まあタグってのもあるじゃないですか。タグもね、お、待ってこれルフィ2体当たってんじゃん。あ、でもあれだ、このルフィね俺レベル100なんだよね。だからコーラだわ。そうそうそう、これコーラもねゲットできるのがいいよね。コーラガチャみたいな。はいはいはい。いや、いいね。この演出が全部最高なのが気持ちよすぎる。いや、でかい。あのルフィでかい。お、ゲッターだ。新しいキャラなんだろうね。ん、誰だこれ。お、エース。なんだこのエース。あー。うわ、すご。海賊王の息子のエースじゃん。いや、待って。あのルフィめっちゃ当たんな。あ、いいね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 。ルフィ太郎めっちゃ当たってくるのでかいわ、マジ。これレベル80かな。いいね。んで、このチョッパーも、いやー、ありがたすぎる。これほとんどサポートレベル100に近づくんじゃないかな。なんならこれルフィタのレベル90ぐらいいってないかな。どんなもんだ。84、78、バルトルメア96、でかいね。わー、いいね。ルフィタの86か。いや、あとちょっと当たったし、まだ8、また8回引けるからねもうね、俺全部このガチャでいいなって思っちゃったわ、正直。まあ2巻も欲しかったけど、まあしゃあないかなって感じ。まあ、今はもうサポート揃えて強くなることがその最重要かなと思って、超フェス当てるよりも。だからみんなね、その強くなるには急がば回るみたいに言うじゃん。いや、そういうことなんだと思うんで。うわ、ボンちゃんもね、ボンちゃん持ってなかったんだ俺。いいね、ボンちゃん緑属性なんだね。わ、でかい。ルフィったらめっちゃたんじゃん。さあ、いいね。麦わらのチーム結構ね育ってるのいいよね。うわ、このサンジ君今91か。いいね、ルフィ太郎が90。あ、いいね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 。91まで来たらね、あともうちょっと交換所で頑張ればね、
揃えれるからね。いやこれ25回引きたいな。俺今回120個しかなかったからさ、12回しか引けなかったんだけど、まあ、25回全部引いた方がいいよね普通に。だから俺もあのダイヤ貯まればその都度引いていこうかなって。あとこれがね多分15日ぐらいあるのかな、このガチャが。おすごい、あのスネークマンルフィンもいるんだね。スネークマンルフィンもね赤属性のサポートでめっちゃ強いと思う。さあオールサンデーいいね。いやこのルフィもナイトメアルフィもタグいいんじゃない結構。ザイチョッパー、おこのワローは80か、いいね。おすごい、この2年後ルフィ、あ85か。いや1体ぐらい100レビット欲しいな。なんかいかないかな、あと6回で頼む。いや俺キャロットとか好きやから当たんのいいよ。いやバギーも当たってくれない。ウルージさんもいる。さああの桜花七部会系もね結構いいかな。おバルトロメオ100なったじゃん、いいね。ロメオは船長タグついてんのかな、あいつ多分いいね。船長もねいいからね。であとパラミシアだしね、ロメオ使えるね。ストームルフィ94だ、あともうちょっとだね。さあ5、あと5年、もうダイヤも課金したかった俺はなんならダイヤ課金しちゃおうかなと思ったけど、まあまあまあ。おなんだこれ、あレイジュか、俺レイジュ持ってなかったんだ。へえ、はい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 。スモヤン90、おルッチ99だ、すご。俺ルッチね貯めてたんだよねそういえば。すごルッチもう使えんじゃんサポートとして。でかいでかい、これマジでかいわ。いやこれほんとみんな引いてみたら分かると思う、このちょっとずつね、なんていうの、潤っていく感じ、キャラが潤っていく感じ、マジやばいわ脳内麻薬が全開してる、ガチやばい。おこれ誰、おー犬嵐じゃん。俺犬嵐持ってなかったんだよね。猫はねいっぱい持ってんだけどね。スモヤン、おスモヤン100、でっか。スモヤン100か、スモヤンどうなんだろうね、このキャラ。おあのエースマルクも結構使えんじゃない確か、いいねサポート強いもんね。うわ青属性サポートが潤ってる、結構ね青属性全然いなかったのにね、多分これで青属性めちゃめちゃ潤ったんじゃないかな。さアシュラ同時も結構100近いんじゃないか。さあのね人獣チョッパーじゃない、あのなんていうの、あのチョッパー、このあのアームポイントチョッパーもね。お猫100レベなったね。さアシュラ同時100レベでかいでかいでかい、あコラチョッパ90か、おいいね。ウルジさん95か、悪くない悪くない、あと2回か。うわ名残惜しいな、まだまだ引きたいのにね。さあちょっとでもねこっからまだね配布いっぱい来るからさ、あのダイヤもう全部これに当てちゃっていいんじゃないかな。まあ初心者絶対こっち引いてでも絶対2回引きたいって人ならまあしゃあないけど、まあ正直絶対こっち引いた方がいいね、うん間違いない。これからねいろんな新しいキャラ来るんだから、まあ2回にだけ突出しないでもね、ワンピースには魅力的なキャラがいっぱいいるんで、なんならニカのね、あの、復刻狙ってもいいしね。いや、どうなんだろうね、天狗執念はずっと、おロビンチ100でかいね。天狗執念はね、ずっと使えるキャラが、おやっばめっちゃレベル100になるじゃん。最高すぎ。さあ、どうはい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 、いいね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 。まあね、その天狗執念のシャン、去年だったらシャンクスか。俺シャンク使ってんだけど、今でもめちゃめちゃ強いから、まあ、天狗執念の超フェスが、マジ最強すぎる説はあるけど、まあまあ正直ね。おルッチまた当たっちゃったし、まあ、ルッチ多分100レベルなるね。おアプー、アプーまだいなかったんだね。おしかもこれ新世界バージョンじゃん、いいね。アプーも使えそうだもんね。うわロビン100レベルなったんじゃないかな。ナイトメルフィもね100近いんじゃない、どう。さあこのチョッパー当たっていくのでかい。いやこれちょキャラ育成もしたいなこの後。さあさあさあオッケー、黒子80、いやでかい、ルッチ100になっちゃった。いやーこんな感じですね。さあ全部引けたと。100めっちゃ増えたんじゃない、俺のね今のこれはこんな感じなんだけど、まあ、とりあえずあの緑属性で調べようか。緑でまあ今緑パーティー使ってんで、緑のねあれをとりあえず完成させたい。んで100までいったキャラはアシュラ同時とルッチか。まあルッチだけでいいかな。アシュラ同時はねなんかサポートが多分微妙な気がする。いや新世界ディフェンダーか。いや、うん、ルッチでいいな。これ、ルッチとりあえず100にします。はい、100にして、ブーストもいけんじゃないかな。どうだ、ブースト2マスいける。とりあえず2マスやっとく。さあ、もうこれでね、完璧だからね。ゾーン系が増えたのいいね。ちなみに、これと一緒に大事なのがやっぱタグなんだけど、タグはね、多分大丈夫だね。ルッチの、これがね、なくなっちゃいけないタグはアタッカーとグランドラインだけど、ルッチはアタッカーもグランドラインも持ってるから、まあ誰と交換してもこのタグは損なわれないと。ということで、まあプリンちゃんでいいかな。あ、じゃあ間違えた。そうだ、プリンちゃんはね、大事だわ。このルフィだね。このルフィと交代しよう。このルフィ星3だからこっちの方が上がるんだよね。さあ、初めて150乗るんじゃないかな、俺。今までね、乗ったことなかったから。150%。
いや、来た 152.3。 でかいね。いや、ここまで来たか、ついに。さあ、緑ほぼ完成だね。まあ、あと2キャラぐらいだけど。で、青属性パーティーも作りたいよね。青属性これか。で、青属性で絞り込んで、はいはいはい、こんな感じと。まあでもほぼだね。まあ今100なってんのはこいつだけだけど、まあバギーもほとんど100なれるし、みたいな感じか。いいね。いや、ルフィ系がね、90近く。いや、このチョッパー90はなのもでかいな。まあこの辺は今後、育成して青属性にしていったら、ちょっと待って、すごい5タップちゃう。ごめんね。とりあえず1、2、3、まあ4、5ぐらいだから、まあ青も完成だね。いや、でかいわ。とりあえず、サポートが完成したのがね、でかいね。いや、これね、もう、ほんと、いっぱい使っちゃったけど、まあ、使ってよかったと、本気で思えるね。ちなみにね、コーラはどうなったかっていうと、元が500個ぐらいだったから、もう500増えたんだね。でかいね。なんかこれ、全部、カンストしてて、25回引いたら1万ぐらいいけるらしいね。なんか、配信者さんが言ってた。まあ、こんな感じです。まあ、皆さんもぜひね、このガチャ引いてみようということで、ニカは捨てましょう。バイバイ。